ありましたっけそんな。いやいや、なんかもうちょっといろ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 変えていかないとな。アップデートで。この後ゲストの方来ていただきますけど、ちょっと俺らの入り時間が舐めすぎて。ちょっとこれ本当に、俺ちょっとこれスケジューリング、これ一回気引き締めないと。あ、本当ですか。9時入りって書いてある、ね。9時入りって書いてある。書いてあったよね。書いてあった。で、あ、ちょっと遅れたなと思って、メール見たら、9時入りの9時収録開始ってなってたの。いや、そう、あ、やっべえと思って。じゃあ行きましょう、じゃあそれも。それでできる番組だと思われてる。だこれ気引き締めます。ちょっと気引き締めないとね、ちょっとダメですね。やりましょう。ゲストに、いや本当来ていただいております、はい。こちらの方です。どうぞ。はい、おはようございます。はい。お店は鈴香ちゃんです、はい。お願いします。よろしくお願いします。車温泉チャンネルをなんか誰かが見てくれてるっていう話。日向坂の？うん、え？また昨日なんかラジオで日向坂の富田さんが言ってくれてたよ。どう？車温泉チャンネル。その車温泉チャンネル見てるっていう、なんか有名人って言うと初めてのユーザーというか、確かに。そう、なんか去年の、そうですよね、夏頃に NHK さんの番組でチョコプラさんが出られてた時に、楽屋張りがあって、あ、これと思って、あの裏で、あ、いつも車温泉チャンネル見てますって言ってご挨拶したことがある。直で、はい、そう、覚えてないか。結構ショックなんですけど。いい加減にしないと。ありました、ありました、ありましたよね。ありました、ありました。そう、車がお好きということで。そうなんですよ。そもそもそういうことなんですよね。はい、2023年のこいつ何ですか。急にレベル。2023年12月に契約して購入したんですよ、この間。はい、納車して、今まあ2ヶ月ぐらいなんですけど、1000キロも走って、さあ今日はですね、スバルさんにやってまいりました。スバル、はい、めっちゃ広いですね。広い、これなすごいね、ショールーム、中のショールームの中でもね、かなり広い方だと思うんですけど、だからレボーグ、レボーグですね。これはやっぱり人気ですよね。あ、そうです。色もでもこのシルバーなかなか最近見ないですよね。うん、アイスシルバーメタリックと、だからちょっとブルーっぽい感じもね、入ってて、YouTube でもね、取り上げさせていただきましたけど、はい、この時もね、いろいろ言われました、レボーグどうなんつって。中古屋の徳井さんとか、レボーグ気になって見てたら、この車温泉チャンネルにたどってた。やっぱ本当に車、なんか富田さんもそうでしたけど、車好きから本当ここに来るんですよね。連鎖ですよ。富田さん、車見る時とかってどういうとこ見るんですか。あ、でももう見た目ですね。あ、まずは見た目、やっぱ見た目の、まずは見た目ですね。あとはサイズですね。サイズ感ね、はい、あ、まあサイズは大事ね。はい、おー、あー、広い、後ろたっぷりだね。広いね、スペース、いろんなもの乗っけられる。おー、うわ、なんだこりゃ、広っ、なんだこりゃ、これ中に入れるんですか。あれ、これでもスペアタイヤスペースってことですか。そうですね、こちらに今収納となってまして。なるほど。うわ、え、ここに、ここに全然ちょうどフィットしそう。うわ、おー、すごい、寝れる。猫、ここまで、猫、ここまでいけるわ。猫だ、体めっちゃ柔らかいですね。寝起きだから、体が勝てず。いや、すごい。お荷物積みたい時とかワンタッチで。うわ、これね、楽、楽、すごい、ワンタッチで、めちゃめちゃ広い。いや、なるほど、なるほど、うん、こういう長物とかね、はい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 、ありますよね、こう長いのとかね、乗せる時。なんか最近いとこが走り高跳びの棒とか入れるらしくって、え、車に走り高跳び、いとこが走り高跳びの棒を入れるらしくって、こういう長いもの入れられる車欲しいって言ってたので、走り高跳びの棒持ち歩くもんね。本当に、うん、あ、いいですね、やっぱこの高級感がある、やっぱり。あ、これタイプ、これ普通のノーマル、
そうですね、こちらノーマルの。そうなんですね。でもこうペダルがこんな、え、ですよね、ちょっとスポーツっぽい感じになってる、はい、ステアリングの形もなんか、うん、そうですね、運転手役スポーツタイプのクイックなハンドルになってますんで、ここね、はあ、非常に持ちやすいですよ、本当に滑りもめちゃくちゃいい。モニター超大きいですね、うん、はい、11.6 インチありますんで、大きい、はい、まあ、普通のなんかタブレットサイズぐらいはある、ね、そうです ね、GTH というグレードになるので運転席の疲れの軽減などに変わってるの分かりますか、はい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 、何が変わってるんですか。あのね、背中のこう膨らみがこうなったりこうなったりして、へー、真ん中、あ、これはいいですね、はい、へー、長い距離走るんですと、おー、ちょっとだからこうなんかこう背中がこうなんか寝起きすぎるって、さすがに起きてすぐすぎるそう、もし皆様でお出かけされてもお顔の登録などしていただければ、シートの位置からミラーの位置まで全部自動でしてくれます。顔、すごい、顔で顔認証入ってんだ。顔認証入ってるんですか、はい、このシートとかで合わせる必要ないってことですね。そうです、もはや母の後とかに乗ることが多いので、はい、全然、ね、はい、シートの位置違うので。そこも本当座った時に認証してくれる。そうです、認証してくれるので。これ家族で乗るっていうのがめちゃくちゃいいですね。これだから乗ってる、せっかくですから。あ、いいですか。そうそうそう、わあ、おお、広々、おお、座席のこれやってみよう。これ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 、あ、これですか。あー、なるほど。ちょっとこうブーってこう、そうそうそう、なんか脊髄の位置が脊髄をいじられるんですか、あのボタン。脊髄、いや、怖すぎるんですけど。背骨の脊髄までいじられたくないんですが後ろも広いね、めちゃくちゃ広いわ。広々、うん、広々です。もう見てください、確かにめちゃこんだけ空いてるね、うん、こんだけこんだけ空いてるバカみたいな表し方がバカみたいな、こんなに空いてる。だ、俺結構だから上半身でかい、でかいでかい、うん、上半身でかいけどこんなに空いてるバカみたいな、こいつこんなに空いてる、ね、広い、あ、サンルーフ、はい、ありますね。あ、サンルーフもありますね、もうね、こんだけ空いてる、バカみたいな、え、そんないねえよ、なか横はバカしかいないんだもんな出発進行、出発しちゃダメだおお、これはガソリンですか。はい、こちらは 1.8 リッターのガソリンのターボエンジン、ターボ、はい、音とかもやっぱちゃんとこう感じるタイプ、感じますね。うちの車のエンジンの音がめっちゃやっぱ可愛いです。あ、なるほど、可愛いとかが、あ、このちょっと感じる揺れとか、うん、はいはいはい、可愛いですね。いや本当の車好きだね。だからもう、ね、本当に、うん、助かるわ。あとはそのお顔の登録していただければ、ご運転中に何か体調崩された時とかは全て通信で。え、体調？はい。SOS と、どういうことですか？その寝てしまったりとか、体調崩された時にお顔の登録してると目の位置が下がったりとか、しますと居眠りの警告とともにあのセンサーが働いて、もしそのご反応がなければあの通信で助けてくれる。もし助手席に誰かいらっしゃったら SOS のボタンで自社位置を突き止めて消防や警察に連絡を入れてくれるシステムをついてくる。すげー、小沢はだから一人で運転してても安心ですよね。これはそれは自動でハザードとかを焚いてゆっくり停車をしてくれるってシステムも全部ついてます。マジっすか、すごっ。あれ、こちら、はい、こちらがクロストレック。クロストレック、かわいい、かわいいね。この色超好みです、ね、はい、オアシスブルーという、オアシスブルー。こちらはハイブリッドシステム。あ、ハイブリッドなんだ。最高。なるほど。いや、なんか存在感もありつつ、かわいい、非常に可愛らしいですね。ね、可愛いですね、グリルの部分が。可愛いね、はい。結構細かめのが多いと思うんですけど、最近、うん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 、なんかちょっと存在感ある。ゴツッとしたね、存在感があって。はい、グリルが、うん、グリルが、ここでなかなか効かない、やっぱグリル。はい、嬉しい、やっぱり。うん、あ、中もいいですね。はいはい。なんかシートすごい可愛らしい。本当だ。え、柄がなんかついてて、なんかテトラポット、テトラポット、なんかあのまきびしみたいなね
スバルさんのね、スバルさんの方ですよね。巻き菱、巻き菱って何ですか。もう一段バカなやついた。忍者が巻くやつね。いやでもね、見た目のコンパクトよりかもう室内空間やっぱり全然、うん、ゆったりしてます。いいですね、このシフトノブの高級感もありまして、うん、USB もね、そうですね、はい、全てついております。 A タイプと C タイプついてます。ありがたい、はい、2種類、2種類ついてます。これちゃんとライトつくんですか。ライトもつきます。そこで、うん、女性はここ使いますよね。あ、そうなの、はい、え、助手席に乗せたこととかないですか、女性の方。あ、え結構全然まだないまだない、うん、いろいろ思い出してみたけど、ね、もう車持ってないからね、うん、そう持ってなかった。ホイールはですよね、めっちゃかっこいいですよね、今流行ってます、色のついた、これも巻き菱みたいな、覚えたての巻き菱すぐ使ってるじゃん。これ巻き菱じゃないの。巻き菱カラー、巻き菱カラーで、ちょっとちょっと何がいい。いいですね、これアルミホイールで。あ、すごい早っ。いやいや、すぐ入りませんでした。そんな吸い込まれていくわけないじゃない。バカじゃない。違う違う、取りやすさとかそのロケとしての移動よ今のは。開けた瞬間に、いやそんなやつだと思ってんの俺のこと。こちらにハイブリッドのシステムが。あ、ハイブリッドシステム、ちょっと向井さん今回入れないと。これちょっと入れないです。こっちはね、ここは入れない、ここは行けますけどね。いやでもハイブリッドとしては だいぶ十分2台、そうですね、広いですよね。こちらでございます、レボーグレイバック、レイバック、はい、出ました。うわかっこいいですね、かっこいいよ、存在感がすごいじゃない。すごい。これはエンジンは、こちらもレボーグと同じの 1.8 リッターのターボ、やっぱターボ、ターボのこの吸気口がね、かっこいいよね。これグレードは一番、そうですね、こちらのほぼワングレードでございます。あ、そうなんですね。革かファブリックか。ファブリック、はい、ファブリック、はい、音響もあのハーマンカートンというですね、ハーマンカートン出ました、ハーマンカートン、ハーマンカートン音で聞けるかな。じゃあちょっとこの車借りていきましょうか。はい、行きましょう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 、楽しみ。いやー、今回もソニー損保さんの誰でも簡単に運転スコア計測できる無料アプリのグッドドライブで運転スコア計測していただきます。長田さん1人に計測していただきます。はい、運転ルート若手芸人さんに事前に運転してもらっておりまして、スコア計測してもらってます。はい、そのスコアより高ければ長田さんにご褒美、うん、低ければ富田さんと向井さんにご褒美。ありがとうございます。どうも、芸歴5年目ゼロカランです。お願いします。今日僕が脇がやらせてもらいます。ちなみに運転歴、運転歴10年ぐらいですかね。100点出すんじゃないかな。バキマジで安全運転だね。いや、そうですよ。頑張ります。はい、お願いします。あれ、ちょ、ズーム会議のサボり方やん。お見事、お見事。その下りがめっちゃおもろい。いいね、いっぱい持ってないのよ、なんか。スバル、ゴーゴー。キサーチャー、行きます、はい、行きます、行ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ軽いわ。今日はどちらに。今日はね、館山の方、千葉館山の方。富田さん、普段ドライブは、どこら辺なんですか。あ、でも割と首都高、東名、中央の高速を、うん、あの散
運転して散歩ではないですもんね。絶対3運転してる感じ。高速道路がめちゃめちゃ好きなんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。珍しいね。もともと本当に高速道路がすごい好きで、いろんなことをそのいろんなところで言ってたら、いろんなことになってしまうちょっともうちょい説明欲しいね。首都高の CM とか一度やらせていただいたことがあるんですけど、ほうほうほう。でもさ結構出口とかインターとかさ、はいはいはい、ジャンクションとかさ、あ、それがややこしいじゃん。そうですね、首都高に関しても乗る側はそうなんですけど、うん、やっぱ助手席に乗ってるとジャンクションがめっちゃかっこいいんですよ。それを撮ったりして。なるほどね。なんかインスタグラムにジャンクションの画像だけを上げたり。ジャンクションフェチってこと、はい、ジャンクションフェチです。めっちゃ好きです。珍しい。生麦ってわかりますか。横浜の生麦ジャンクション、あそこがめっちゃかっこいいのであのナンバープレートとかでよく足し引き掛け割りを使って10にするっていう遊びをよくやってるんですけど、父と。そうなん。はい、あの1462とかだったら、白く12、あ、違う違いますね。は白く違う。ちょっとね。本当に嫌です。私、服できないみたいなキャラ本当に嫌なんですよ。いや、今すごいできてた。できるので。珍しいね、なんかいろいろと。変わってる、変わってるよね、なんかね。そう、あんま言われたことないですね。あ、そう。割と本当に、なんか周りに変な子がたくさんいるので、やっぱり。スバル、ゴーゴー。好きな教科とかありますか？でも、理科とか俺好きだったけどね。深井さんはなんかあんまり乗り気じゃなさそうこの会話に乗り気じゃなさそう。いやいや、全然そんなもんないですよ。わかる。好きな教科わかる。好きな教科ですか？ね、じゃあ乗り気じゃないって。あ、わかりますね。結構出ちゃうって。でも正解。でも私もそうです。何がですか？あの、興味ない話は全く本当にあの、みたいな感じになっちゃったいや、でも仕事柄、はい、僕ラジオすごいやってるんですけど。聞いてます。あ、あるんです。あの、はい、ゲストの方とかがたくさんいらっしゃる番組やってるん で、ね、基本的には興味ない話題とかも、はい、別に興味持って、はい、こう話膨らませることはもちろんできるんですけど、はい、このチャンネルに限りやってるもうここはもうプライベートっていうことでやらせてもらって。でもそれで言ったらプライベート私一言も喋らないので。あ、そっちのタイプですか。はい、回ってるとめちゃめちゃ喋っちゃうタイプですね。プライベート一言も喋らないんで、その友達とプライベートどっかご飯行ってもあんま喋らない。あ、だから友達と遊んでる時点でもうプライベートじゃなくなっちゃいます。はい、わ、 なるほど、そっち側の人ね。なんかグッと入れちゃうんだ。はい、一人が お好きとか。一人がめちゃめちゃ好きです。もうずっと一人でいたいなえ、そうなんだ。そうなんだ。あと深海魚が好きなんですよ。急に話かわるどんどん展開がどんどん命の色って何色だと思いますか？生命の色。一斉に言いません？せーの、青。え、何？緑です。青。ほら、青。あ、え、すごい。やっぱ揃っちゃう。揃っちゃう。すごい。ちゃね、これでちょっと落ちちゃったね、これ。カンカンだわ。そうか、まあ、めちゃめちゃ熱々だわ。お、着いた。そっち。横か。あ、いけた。あ、一応復活。こちらはいけた。これだから、でも、また絶対なるよね。アクアラインか、これ。あ、ごめんなさい。え、間違った？間違った。まあ、高速。マジか。最悪だ。何やってんだよ。怒ってる。お腹、まあそうですね、食べる時間もないですよね。いちご狩りに向かってんだっけ。まずいちご狩りに向かってます。いちご狩りか。あんま乗り気じゃなさそう。で、いちご好きだけど。いちご好き？いちご好き。いちご狩りに行こうってあんま思わない。思わないよね。
そんな行く前から絶対冷えたイチゴの方がうまくない？冷えてるみたいですよ、あの影になってるところ。今日あの聞いてきたんですよ、コツをメイクさんに。えイチゴ狩りのコツを、はあ、こう日が照ってる方の逆側の影になってるイチゴ取ったら、うん、めっちゃ冷えてるらしいです。冷えてる？はい。そんな冷えてないでしょ。だって温室じゃん、うん、言うたって。え、無視してる。そんな何十個も食べられないでしょ、うん、だから俺練乳かける。あ、練乳食う道具として食ってる。そう、練乳。それ俺もそうなの、マジで、うん、練乳食う。練乳は好きよ。練乳嫌いですね。え、練乳苦手です、私。あ、え、はい、練乳ダメです、ね、あ、そうなの。甘いものは大好きです。練乳ダメなの？練乳ダメです。どこか、練乳のどこかダメ。どこって言われたら全部。ちょっともう喋りたくないんですけど。スバルゴーゴー。芸人さんで後輩とかとご飯行くときは、うん、あのお会計、まあ先輩は怒るけど、それってどうやってやるんですか？どうやってやるって言うの？はい、なんかお手洗い行ったときなのか。いやいや、普通に、じゃあ俺がお手が出すよって何ですか？いやいや、別に、だから普通に帰るとき。この間この番組にも出演されてた竹本優ちゃんとご飯行ったんですけど、おうおう、桜坂46さん、どうやってあのお会計すればいいのか分かんなくって。で芸歴はどうなの？私の方が1年先輩で。あ、そうなの。はい、私がって言って出したんですけど。あ、そうなんや。なんか難しいな、このやり方と思って。トイレ行くっていう時に一緒にお会計済ますパターンの人とかいますけどね。いや、それおしゃれですよね。で、もう終わらせてそのまま出ていくっていう。めちゃめちゃおしゃれ。それできないですか？あの、トイレに行かせることがどうやってやればいいのか分かんない。行かせる？いや、違う違う、行かせるじゃなくて、はい、行けばいいんです、自分が。そういうことだっていう人もいます。めっちゃありがたいお話聞きました、今。次からそうしよう。まあ、もう戻りましたんで大丈夫。戻った。戻りました、大丈夫です。ああ、よかった。あとどれぐらいで着くんですか？あと1時間16分ぐらいですね。ちょっと海ホタル行くじゃん。行きますか。うん。これ海ホタルだ。懐かしい。はい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 。ありがとうございます。はい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 。ホタル。ルル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 うん、それ美味しいわ。テレビで YouTube で見てたやつ。みずみずしいです、めっちゃ。でかっ。化け物いちごだ。これ大丈夫なの？これ化け物いちご。えー